植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はスカビオサの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。スカビオサはヨーロッパを中心にユーラシアや南アフリカなどの地域を原産としています。和名のマツムシソウは秋の季語の一つですが、スカビオサは秋咲きだけでなく春咲きのタイプもあります。開花期が長く耐寒性があるため団地では冬でも開花するものもあります。それではよくある質問の一つ目です。土作りや植え付けに関して教えてください。スカビオサは水はけの良い土を好みます。元肥として環境性肥料マガンプ K が配合されているハイポネックス培養土8プランター用がおすすめです。自分で土を配合するときは小粒の赤玉土と軽石砂腐葉土を4対4対2で混ぜたものがおすすめです。地植えの場合、土が酸性であれば苦土石灰を混ぜて酸度を調整しましょう。苗は本葉が3枚から4枚ついた頃、日当たりと風通しが良い場所に植え付けましょう。複数株を植え付ける際は、草丈の低い品種なら株間を10センチ程度、大きくなる品種なら30センチは空けましょう。また元肥としてマガンプ系中粒を土に混ぜておきましょう。続いて2つ目のよくある質問です。日々の管理や水やりや肥料の与え方に関して教えてください。基本的にスカビオサは乾燥に強く過湿を嫌います。地植えの場合はほとんど水やりしなくても構いません。ただし株が成長する時期に乾燥が続くと花つきが悪くなるため、土の表面が乾いていたら水やりしましょう。鉢植えの場合は土の表面が乾いてから水やりします。また梅雨の時期はできるだけ雨の当たらない場所へ鉢を移動し、過湿になるのを防ぎましょう。スカビオサはあまり肥料を与えなくても元気に育ちます。生育期に少量の環境性肥料マガンプ系小粒を月に1回、もしくは薄めた液体肥料ハイポネックス原液を7日から10日に1回の頻度で与えましょう。真夏や真冬のように株が弱りやすい時期は施肥を控えます。続いて3つ目のよくある質問です。スカビオサの種類を教えてください。日本各地の山野に自生している固有種のマツムシソウは夏の終わりから秋にかけて花を咲かせます。紫の繊細な花が特徴です。白花の白花マツムシソウや草丈の低い高根マツムシソウ、北海道や本州北部に分布するエゾマツムシソウなどの変種があります。西洋マツムシソウは春咲きの多年草ですが、原産地であるヨーロッパやアフリカよりも高温多湿の日本では1年草もしくは2年草として扱われます。園芸品種も多く、花の中心が盛り上がりボリューム感のある姿になるのが特徴です。花の色も青紫や赤紫、ピンク、赤、白など様々です。一つの株にたくさんの花が咲き、長期間花を楽しめます。最後にスカビオサの育て方の基本情報です。置き場所は日当たりの良い風通しの良い場所で、水やりは土の表面が乾燥してから与えましょう。乾燥気味に育てます。病害虫には灰色カビ病の被害に遭うことも、日当たりや風通しを良くしましょう。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。